いい朝だ。ローソン、今ローソン、そうローソンで買い物をしました。今日はあれよ、あのなかなか激しい一日になりそうなんで、モンスターと、モンスターとおにぎりと、あとまあ疲れてくると思うので甘いものを2つ、大好き大好きパンケーキと、ローソンこんなん売ってんねんな、もっちりドーナツこしあん、これを買いました。皆様おはようございます。本日も明るく楽しく元気よく、健忘ブロッコリーどうぞよろしくお願いいたします。ということで、買い出し完了。そう、今日はね、なかなか激しくなりそうやで、マジで。いつものね、塩見やねんけど、朝から一回行って、まあ、昨日積んでる荷物ね、昨日積んでる荷物を朝下ろして、で、まあ朝の間に違う倉庫行って積んで、で、できたら朝の間にも下ろしに行って、で、そっから、違う、まあ、また毛布屋さんに行って、積んで、ほんで昼から下ろしに行って、交差点よし、はい。中心のすぐ内側からの右折れ、校舎なし、はい。そう、違う、そう、毛布屋さんに行って積んで、で、昼から下ろして、まあ、それで3発やった。で、もしかしたら、その明日着の荷物もその塩見かもしれないので、塩見ならばもう一回積みに行ってっていう感じだから、なかなかね3回分、まあ3回分とも絶対満タンやけど、頑張ろうか頑張ろうか。まあそのためにはしっかりとこの糖分を取ったり塩分を取ったりしないとだからさ、今日は朝から今ローソンによってお買い物をしたというわけでございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。到着。まあまあ綺麗やろ、まあまあ綺麗やろなあ、まあまあ綺麗じゃない、ほら映ってるやん。あ、昨日ちょっと濡れたタオルで拭いただけやから、あのなんか拭き跡ついてるけど、これはまた綺麗にします。よいしょ、さあ行こうか。ミラーのところとか、ミラーのところとかまあまあ綺麗と思うで、ほらまあまあ綺麗やろ、空光ってるやろな、ええ感じやろええ感じやろ。ああ、鍵かかってもった。交差点ダメ、前の車右折、一番ハードな時間に出てきてしまったな学生さんたちが頑張って学校に向かう時間に出発をしてきてしまいました。交差点これでよしになるはず、ナイス。大東健太か、健太もうな、よっしゃー、行こう行こう行こう、今日はほんま張り切っていかなあかんで、うん、しっかりモンスター飲んで張り切っていかなあかんで、やり遂げるぞ僕がカルタあったらええけどな。和食サッと韓国フェア、あーいいね、両方ともね。交差点よし、お、警察官立ってる、もう朝から交通整理に勤しんでくれてんやな。いやー腹減った腹減ったな、豆腐だとキムチで昨日は抑えたんやけど、さすがに腹減ったな。なんか昨日あれやったんやな、昼間ごつ盛りの醤油ワンタンだけ食べて、交差点よし、はい、ひし形ひし形横断歩道、おー、チャリンコあり、人あり、渡らない、はい、おー、ラピータ走ってるわ。そう、ごつ盛りのさ醤油ワンタン食べてさ、それだけでごっつい胃が張っとったから、あーもう全然これいらんわーと思って、晩は納豆、豆腐、キムチだけにしたら今もうめちゃめちゃ空腹や、やばい。
で臨海線に出ました。臨海線すいといてくれよ。スーッと行けることを願うぞ。よろしくお頼もうします。まあ今行ったら8時45分ぐらい着やな。まあちょうどいい感じやな。それで45分1時間ぐらいかけて降ろして、9時10時に出て、そっから移動して、あーちょっと早いな、10時半ぐらいに2回目のね倉庫に入りたいんでね。仕事は段取りが命言うけど、段取りした通り、自分の予想した通りこう言ってくれたらめちゃめちゃ気持ちええでな。時間とかさ、配分とかさ、これぐらいやろなと思ってる通り、その荷物の積み方もさ、まあ、天井まで荷物上げるんやったらこうやって積んでいったら天井近くまで行くよな、これでケツまで行こうとかさ、こう自分が段取りした考えた通りポン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 って動いてくれたらめちゃめちゃ気持ちええね。それがちょっとでもずれたらこうグダってくんねんな。今日はもう段取りを言ってくれることを祈ってる。まあ行くやろな、頑張れば行くよ、まあ、張り切ってったら絶対行くからな。今日は張り切ってこよう。さあ一発目到着。右よし、はい、一発目到着や。空いてるかな、混んでるかな。まあ混んでてもちょっとスッとつけらせてもらおう。ほんでスッと下ろさせてもらおう、流してもらおうやないか。自転車危ない。よし、じゃあちょっと張り切って下ろしてまいります。 OK、 一発目納品完了よ。うわー、マジで暑い。あー、ちょっと中毒症状のある、何だっけ、これをいただきます。あはは、なんていい匂い、ほんまええ匂いやな、たまらんやな。なんでこんなええ匂いな、食べてもあんまり匂いは分かれへんねんな。よし、あ、分かるわ、分かる分かる、うまい。でも匂いが最高やね、最高にうまいやん。あんまり早いやん。ちょっと止まろ、10時半ごろ入ろう。まだ今早いわ、まだ10時20分や。9時からのコンテナ出番で出荷やからな。コンテナとかぶってやばいからな。積み込み完了るよ。よっしゃ、行こう、下ろしに行こうぜ、下ろしに行こうぜ。あれ、この左側の、あ、これはこの車が取るんか。あー、入ってた。あー、ごめんなさい、すいません、絶対あのトラックの邪魔のゴミも取りたかったはずじゃないの。すいません。ということで積み込み缶の量でございます。さあもっかい、さあもっかい潮見に向かっていきましょう。重たいね、重たかった。もうなんで、ね、ここの倉庫行ったら軽いのんと普通なのんと重たいのがまああるんやけど、いつも重たいの当たっちゃうんだよね。日頃の行いやな、神様がお前ちょっと動かなあかんぞ、頑張るよちゅうことで、重たいのをわざわざ当ててくれてんやろな。そう、あのケツに積んできたんで、なんかこう終わりましたですね。うわ、早っ、危ねえなー。よし、行こう、交差点、よし、この道をさすがに飛ばすな、故障車なし、はい、めちゃめちゃ早いやん。よっぽどおトイレしたかったやろな。そう、神様が頑張れ頑張れ、頑張ってもっと動いてもっと体重減らせって思ってね、うん、待ってくれてんやと思うわ。
メリカは富山か北陸の方に行ってんな。じゃあヒデさんではありませんね。暑いわ。しかし、あ、ちょっとまた吐くエリアス燃料補給しよう。まあアクエリアスじゃないな、スポーツドリンクやな。ウェルシア行ったらこれ100円で売ってんねん、スポーツドリンク。めちゃめちゃええ感じやろ。熱い。さあゴールしたら次は、次はもう一箇所ね行きます。飛行車なし、はい、さあそしてもう一回ねここに来るの。雨降りそうやな。雨降る前に積んでしまいたいねんな。嫌やな。降らんでな、今日はな。無理やな。交差点よし。はい、わかります。皆様、暑くないですか。やっぱあれかな、健康診断さ、悪いところないよ。まあまあまあ、その赤の判定のところは体重、体脂肪がいるけどさ、巻き込みよし。それ以外さ、あの体今のところ悪いところないよね。これこの仕事してるからかもしれんよね。体動かす仕事してるからまだいけてんやろな。これ体動かせへんだったら一気に悪いところいっぱい出てくるかもしれへんよな。よし、それではちょっともう一発ね、下ろしてまいります。納品完了、2発目。よっしゃ、次3発目積みに行こう。今ね、11時30分やから、とりあえず今からあの積み地の方にね、あ、まあ泉ホースないやねんけど入ってきます。いや、他の車入ったらさ、出入りできなくなっちゃうからさ、とりあえず入ってきます。あー、でも飯食いたいな。カップラーメン、カップラーメンっていうかカップうどんとおにぎり食べたいな。どうしよっかな。もう今から先入っといて、入れるやったら入って、そこの会社でカップラーメン食べよっか。そうしよう。もう自由や、なんでもありや。あ、積み地に入って食べようぜ。右合図、はい、右速攻、よし。いいね、今日はしっかり動いてるね。いいね、いいね、ナイスやね。暑いね。もう8キロぐらい痩せたんちゃう、絶対。この泉大津のだんじり祭りもなかなかすごいね。まあ、生で見たことないから全ての迫力は伝えられへんけど、 YouTube とかで泉大津だんじりって入れたら、浜八丁って入れたら出てくるかな、なんかちょっとその辺よくわからんけど、だんじり同士をねぶつけ合う交差点よし、はい、後ろからねドカーンってぶつけんね。うん、なんかすんごい、あれ絶対生で見てたらすんごい音鳴ってると思う。クシャーンと音鳴ってんやろうけど、そう、そういうね、お祭りをね、だんじり祭りしてるんですよね。一回生で見てみたいなと思うんやけどね。交差点よし、はい。なかなか機会がなくてね、見に行けてないんやけど、ぜひ一度ね、ひし形横断歩道、人なし、はい。ぜひ一度 YouTube で調べてみてください。よし、ほなまあ飯でも食いますか。飯でも食うてちょっと一服して、それから積み出そう。あー、積めるだけ積むらしいから、まあ頑張って積むか。今日も多いらしいわ、今日出荷が多いらしいわ。今日今から積むやつはね、もうそのままね潮見の方へ持っていきます、積んでね。よいしょ。さあ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 、おうどんでもいただこう。あつ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 
か。いただきます。絶対100度超えてる。うん、うまっ。あ、そうだ、うまいけどさ、今前カーテン開けっぱなしなんで、いっぱい車通るから閉めとこう。うまい。ちょっと飯食うて汗だくなりそうやったからエンジンかけらしてもらった。やっぱミスクはね、動かれへんよな。好きな昆布の佃煮おにぎりよ、これ。まだ今からいっぱい積んでいっぱいおろさなあかんからな。カロリーゼロやろ、それで。積み込み缶の量。横断歩道は自転車あり。どうぞどうぞ。もう一台自転車あり。すげえナイス字やな。おお、ナイスナイス、ハンドルさばき。しゃー、最高。さあ、おろしに行こう。近いわ。住んだところからおろしに行くところが近いわ。もうそこやん。しゃーないな、しゃーないな。とりあえずおろしに行きますか。ちょっとスポーツドリンクで燃料補給します。もうスポーツなドリンクが頼んで、絡んでな。あれやわ、これなくなったんや。あの、もう一個あんねん、もう一個あんねんけど、これ常温にしとかな。お腹痛くなるわ。繊細やから、めちゃめちゃ繊細やから。あ、大山崎さんが通ってきた。しゃ、おろしに行くか。交差点よし。はい、自転車あり。はい、自転車あり。はい、いける。巻き込みよし。はい、よっしゃ、曲がれ。はい、困り。 OK、 ナイス、最高。さあ行こうぜ。さあ、おろしに行こうぜ。こんだけ動いたら、さっき食うたそばとおにぎり、そしてサンドイッチじゃないわ、なんやあれ、パンケーキ、もうすべて消費できたやろな。なあ、絶対消費してるわ。めちゃめちゃ動いてんもんな。あが信号。ああ、カツ屋行きたい。ロースカツ、牛焼肉。え、ロースカツと牛焼肉のどんぶりなん。交差点よし。はい、最強やん。豚と牛一気に味わえるんかい。もうそれ鶏も入れちゃってくれやって思うけどな。うん、
ビも入れちゃってくれたら完璧な最高な丼の出来上がりなんやけどな。あ、なんか混んでるな。なんか混んでるね。なんかあったんかな。交差点はまだあかん。よし、はい。暑い。暑いなぁ。泉大津警察でーす。しがたしがた横断歩道、下なし。はい。あ、信号変わるやろな、これな。絶対変わるやろな。変わらんか。変わったー。水素バスやったかな。あのドライバーさん、一人でずーっと行ったり来たりしてんやろな。ずっと女にしてんやもんな。納品完了量。すぅー。デザート。デザート食べよう。メロンパン。メロンパンになってるわ。アンパン。アンパンや。交差点よし。アンパン食べよう。暑いわー、ほんま。めちゃめちゃ暑いわ。たまらんな。たまりまへんな。よし、これで3発完了や。オッケー、いける。歩行者なし。はい。このアンフライドーナツみたいな、こんなパンさ、砂糖がびっしりかかってるやつもあるんだよな。あれもうまいでな。イテアのパンもそうやな。交差点よし。はい。歩行者なし。はい。うまいで、これめっちゃうまい。ドーナツっていうかこのアンパンな、これめっちゃうまい、マジで最強にうまい。この唇の周りが油染みてくるのも最高や。マジうまい。考えたらまたここ通ってんか。また通ってんか。いいね、行ったり来たりやな。しがたしがた横断歩道、人はない。はい、ちょっとまたスポーツドリンクで燃料補給せなあかんわ。便利なもんやな。2リッターのスポーツドリンクで燃料補給したらまた動けるんやもんな。2リッターでなんぼよ。100円しかせえへんのに。よし、ちょっと入れらしてもらうで。ちょっと入れらしてもらうで。よし、入れらしてもらうで。何してんの。怖いやっちゃ。うそ。じゃあ積み込み完の量。暑だ。さすがに疲れてまいりました。さすがに疲れてまいりました。よし、頑張ろうぞ。あ。あれ、今あれやろ、鳥肌もんでしょ。今鳥肌立った人がたくさんいてると思うわ。大切な人も鳥肌立ってるはずや。暑いわ、マジで。ちょっと燃料補給したい。エンジン切るなよ。よっしゃ、燃料補給。
今日朝からこんだけも飲んでんのに一回しかトイレ行ってない。もうあれやな、汗で出まくってんやろな、交差点やしな、汗でこのなんちゅうな、水分が出てるからトイレに行く必要がないんやろな。ああ、たまらんわ。さあ、ちょっと会社にね、帰りまーす。交差点よし、はい。中心がすぐ内側からの右折れ。対向車いっぱい。対向車いっぱい来てるんで、曲がれません。はい。そういう時は、ここで、よすけのしだしたまりますを見ながら、こう、いちご料理、季節料理、食べ物、ロバタ、すっぽんあんねんな。すっぽん料理って書いてんねんな。すっぽん一回食ってみたいけどな。めっちゃ元気出るんやろ。信号変わるけど行けない。オッケー。めちゃめちゃ元気出るらしいやん、歩行者なし。そういう料理を一度食べてみたいものですよね。うなぎの木も食ってもさ、うなぎもたまにまつげんでさ、4本入って400円500円ぐらいで売ってんけどさ、あの日本酒飲むときにうなぎもと日本酒でこうかますんやけど、めちゃめちゃ元気出るもんな。なんか元気出てる感が出るもんな。交差点よし、はい。だから食べ物によってほんま元気出る出えへんって決まってくるんやろな。元気出したいわ。左つく方よし。いや元気はあるんやね、元気はあるんやけど、しっかりとね体力を回復させたい。昨日早寝といてよかった。今日の朝ポコタとお散歩行ったからね、可愛かったよ。積み込み完了、よっしゃ、明日の積み込み完了いたしました。また今日もパッツンパッツンでございます。いいね、満載御礼やね。ということで、明日は今日行った潮見に行ってから、明日はですね、お昼からは、まあ安泰ですね。ちょっと車ね、2トン車に乗り換えて、和歌山の方にね、行きます。そう。それで、明日は、終わりっていうか、まあそういう感じになってまーす。いい感じですね。あー疲れた。あー疲れたね。疲れた、疲れた。今ちょうど5時、もう5時でこんだけ暗いんやでな。交差点よし、はい。5時でもほんま、もうほんま5時半になったら真っ暗なりそうな感じよな。まあええ感じやな。今日も5時半には仕事終わるな。はい、マイク Bluetooth が接続されました。はい、5時半に仕事終わって、まあのんびりゆっくりしよう。校舎なし、はい。ということでお疲れ様でございます。今ねポコタくんのお散歩中に雨が降ってきてしまいまして、雨宿り中でございます。ポコ出たあかんで、雨降ってきた。いや今日は疲れましたね。うん、疲れた、本気で疲れた。まあ運送屋にもさ、いろいろあるやん仕事。地場やったりさ、長距離やったりさ、横持ちばっかりやったりさ、工場会員層やったりさ、もう店舗配送とかさ、今日はもう確実な地場の地場の地場でしたね。うん。ということで、本日はこれにて終わっておきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。人が結構おるんよ。それでは、チャンネル登録。グッドボタン、そしてコメントよろしくお願いいたします。それでは最後ポコタくんで締めたいと思います。ポコタ、ポコタ、ちょっと待って、どこ行くん、どこ行くん、ポコ、ポコ、久々のポコどうでしょうか。久々のポコタくん、ポコちょっとお座りして。ポコ、お座りは、お座り、お座りは？偉いね。お座りできるん。偉いね。行きたいね。ちょっと待ってな。今雨降ってるからな。へへへ。かわいい。